皆さんこんにちは。2021年週一貫制合格フルコースの全貌というタイトルで、15分ほどですねお話をさせていただきたいと思います。担当いたしますのはですね、週一貫制合格フルコースの収録講座および、新宿エルタワー本校の生講義の方を担当しております、私、レクセニコシトモツグです。よろしくお願いします。さて、それではですね、今回ですねこちら、はい、週一貫制合格フルコースというコースの説明をさせていただきたいと思います。でですね、まあ、こちらあのレックのパンフレットなんですけれども、まあ、結構いろいろなコースがあるんですよね、本当に。まあ、プレミアム合格フルコースとかですね、パーフェクト合格フルコースとか、まあ、様々な、コースがありまして、まあ、その中の一つとして、週一貫制合格フルコースというコースがありますと。では、このコース、ね、他のコースと何が違うんですかっていう、そういう、やっぱりね、疑問というものはあると思うんです。ですので、そこからまずは説明をしていきたいと思います。でですね、まずどのコースにも共通していることは何かと言いますと、まずは、まあ、やっぱりね、最初はどういう内容を勉強するのかとか、こういうね、仕組みでこうね、成り立ってますとかですね、そういう講義を聞いていただく。まあ、やっぱりインプットしてもらわないと、うん、まあ、何も始まらないわけですよね。いきなり問題解いてくださいって言われても、いや、無理ですって話になりますので、そう、まず最初に、ね、内容の説明の講義というものがあります。で、そしてそれが終わると今度は、問題を解きながら、じゃあ知識の確認をしていったりとか、という講義がありますということになりますので、まあ、そこはですねどの講座も大体一緒なんですよ。こちらの週一貫制合格フルコースもまずそのね、インプットの講座があって、でそして、アウトプットの講座へと流れていきますよっていうところに関しては同じです。それもあのこちらも一緒なんですけどもね、例えばそのレックの期間講座でありますこのプレミアム合格フルコースというコースも同じように、まあ、インプットの講座があって、でそしてアウトプットの講座の方に流れていきますよっていうところで、本当に流れは一緒なんですよ。じゃあ何が違うんですかっていうお話になってくると思うんですけど、まずインプットの最初の段階の違いがありますと。それは何かと言いますと、こちら基礎力養成コンプリート合格講座というタイトルでインプットの講座がございます。これ皆さんご覧ください。回数です。17回とあります。はい、実はですねこれ、2時間半の講座が17回でインプットを完成させるんですが、まあ、通常のレックの期間講座の方ではスーパー合格講座という講座になるんですけども、これちょっと上の方にあるんですけどね、スーパー合格講座2時間半の講座が34回なんです。ということはですよ、そう、34回の講座を17回に圧縮ということになります。つまり回数が短いということになるんですね。半分の回数、半分の時間でインプットを完成させる講座ということになっていきます。で、これはどうしてそれができるんですかっていうことなんですけども、これができる理由がいくつかあります。まず一つ目。はい。基礎力養成コンプリート合格講座で使用するテキスト。ここに秘密があります。それは何かと言いますとですね、まあこちら使用テキストというふうに載っておりますけれども、はい。宅建士合格の取説基本テキストというですね、こちらの本を使用してやっていきます。で、この本なんですけれども、まあフルカラーでですね、なっていまして、まあ結構こうコンパクトな本になっています。合格に必要なことだけを集めたという本なんですね。まあ具体的に中身どんな感じなんですかって言いますと、まあこれですね、今ちょっと手元にですね、コンプリート合格講座で使っているテキストありますので、まあ、こんな感じでカラーになってるんですね。で、本当にこう見やすい感じで、必要最小限、合格に必要最小限の情報が入ってるということになりますので、まず、まあ、ここの部分、このテキストを使っていくっていうのがでかいです。このテキストでエッセンスを凝縮してあって、そしてそれを、まあ、解説をしていくっていうところになりますので、まあ、ここでまず時間短縮が図れるということになります。で、あとはですね、もう本当に先ほども言いましたとおり、最小限というところにこだわっていきます。ですので、まあ、最小限っていうのは何かと言いますと、まあ、当然のことながら合格しないという意味はないわけですから、合格に必要な量というものは
確実にやっていきます。でもまあやっぱりね、不安になるといけないっていうことで、やっぱりこれもあれもあれもできればこれもっていうふうにこうやってどん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 増えていくんですよね。でこうやってどん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 増えていくんですけども、それをもう全部削ぎ落としましょうと。合格に必要なものはこれなので、これをしっかりやっておきましょうっていうふうに特化していくことによって、そう、この半分の時間で終わらせるということを可能にしたんです。ですので、あの半分の時間になったからといって、じゃあ情報量が半分になるのかっていうと、そうでもないです。じゃあ半分の時間になったってことは、じゃあめちゃくちゃね、ハイペースで急がれるのかって言ったら、そうでもないですということなんですね。本当に最小限にこだわっているということ、ここによって時間短縮ができるようになった、まあ、そういうイメージだと思っておいてください。さあ、そしてですね、その後の演習というものにも特徴がございます。まずですね、こちら過去問セレクト300攻略講座というものがあります。でこれは何かと言いますとですね、はい、こちらです。この宅建士合格の取説基本問題集、こちらの問題集の問題が全部で300問載ってるんですけども、この300問の問題を全問解説していこうという講座なんですね。で、大体ですね、まあこれはレックに限らずなんですけど、どこのねスクールさんでもですよ、例えばこういうね過去問集みたいなものが、ね提供されていてですね、まあこちらをちゃんとやっておきましょうみたいな感じで、やるんですけれども、ただじゃあその問題集を全問解説した講座がありますかっていうと、これはもうレックのみならず、もう他のね、スクールさんも含めてですけども、もうほぼないと思います。はい。やっといてくださいねという形に、なってしまうのが多いと思うんですね。そこを全問解説する講座を同時に走らせました。ね、これ同時に走っております。ですので何かというと、インプットを聞いて、その範囲のね、過去問をすぐに確認できる、そしてその問題が全て解説されているというですね、ここのリンクが貼られているというのも一つ大きな特徴になっていきます。で、ここで過去問セレクト300攻略講座で300問やった後は、今度はもうちょっと上のレベルで頑張っていこうということで、実践力養成パワーアップ演習講座という講座が走っていきます。でですね、さあこちらの講座なんですけれども、週一貫性合格フルコース、実は通学クラスは、新宿エルタワー本校と池袋本校、この2つに限られています。まあ、このうち私が、生講義で担当するのはこちらの新宿エルタワー本校の方になりますけれども、この2校舎のみの開校ということになります。で、この2校舎のみの開校なんですけども、この週一貫性合格フルコースというのは通学が週に1回というこういうコースなんです。通学が週に1回ということになりますので、そう、当然のことながらこれを全部通信で受けるという方もいらっしゃると思います。もちろんね、新宿や池袋がですね、ちょっと遠くて行けないとかですね、まあもしくはですね、いや、まあ行けることは行けるんだけど時間が合わないとかですね、まあそういった事情によって、まあ通信のみでやろうとする方はですね、まあこれは週1というよりも、まあむしろ、まあ、コンパクトフルコースみたいな、まあそういうもんですね。はい。そんな感じのイメージにもなっていきます。本当にコンパクトっていうのがですね、一つこのコースの売りです。ですので、まあ先ほども言いました通り、ね、これ17回。だから、通学の場合は、17回通学していただくということなんですけども、これね、実は、通学クラスもそういう意味ではメリットありますけれども、実はこの講座を通信のみで受けるという方、こちらに本当に、メリットがあるんですよ。何かっていうと、先ほども言いましたよね、インプットが半分の回数でって言いましたよね。通常34回が、今回こちらの講座だと17回ということになります。ということは何かと言いますと、例えば DVD で申し込むとするじゃないですか。で、そうすると、よし、DVD で宅建の講座申し込むぞーつって申し込むとですね、まあ、スーパー合格講座だと、ね、CD が34枚バーンと来るわけですよね。もうこれだけで結構威圧感になりますよね。うわ、これ1枚2時間半をこんなに、そう、この CD が半分になるってだけでも、まあ、やっぱりこうなんていうんですか、まあのしかかるものがこうそんなに重くならずに済むっていうところがありますから、まあそれはそれで一つの利点ということになります。だからまあなんていうんですか、途中で挫折しにくいっていうメリットも実はここには
あります。実はですね、この通信オンリーの方で挫折する方の、ね、多くがですね、やっぱりもうこの回数が多くて途中でバテてしまうって方結構多いんですよね。そうなってしまったら意味がないということになりますので、そこはやっぱりコンパクトになっているっていうところの強みになっていきますね。まずここで、ね、通信オンリーだったとしてもやっぱりこのクラスをおすすめする一つの理由ということになってきますけれども、でも実はですね、この半分になっているメリットってそれだけじゃないんです。何かって言いますと、実はこう勉強が進んでいくと直前期に、実はあれ自分曖昧な理解だったなと、そんなにこれを本質的に理解してたわけじゃなかったのかなっていうことに気づく場合があるんですね。でその時にちょっとインプット戻ってみようかなってなった時に、そうなんですよ、回数が少ないとサクッと確認ができるんです。やっぱ回数が多いと、まあたとえねちょっと、早送りで聞いたとしてもやっぱりある程度時間がかかってしまう。それが、サクッと確認できるので、そう、実は直前期に力を発揮したりもするんですね。実際ですね、昨年度の受講生の方とかもですね、いや直前期にこちらをもう一回倍速で見たんですけども、そんなに時間かからずに見られたんで本当に良かったですっていうふうに、おっしゃってくださった方もいらっしゃいます。ですのでこのインプットが半分になっているメリットっていうのはかなりでかいというふうに思っていただければいいというふうに思います。でこちらの、まあ、先ほど言いましたけれども、通学が週に1回なので、これ同時に走らせるとなると、まあやっぱり厳しいんですね。なので、こちらは通信のみです。生講義は、このか、過去問セレクト300に関しては、存在しませんということで、こちらは通信のみで、やっていきます。ですので、生講義だったらばですね、ここコンプリート合格講座1回終わるごとに、じゃあ来週までに、高校の過去問セレクト300のこれ見といてね、みたいな感じで、進めたりします。で、通信の場合は、それは1回見てこっち、1回見てこっちっていう形で交互に行っていただいても構いませんし、ね、権利関係7回全部見てからこっちの、権利関係6回分の過去問セレクト300やろうかなっていう、そういうやり方でも構いません。まあ、通信の場合はね、順番は、ね、まあ、カスタマイズしていただければというふうに思いますけれども、このね、行ったり来たりっていうものができる、そしてその問題がそうね、付属されている問題集全問解説があるというところがですね、やっぱりここの一つの特徴ということになっていきます。でその後、まあ、模試があります。そしてこちらです、この週一貫性合格フルコース、もう一つの大きな特徴、直前期なんです。それは何かと言いますと、実は直前講座、究極のポイント300攻略講座、試験に出るとこ大予想会、とにかく6点アップ直前書き込み講座というですね、直前の講座があります。これ1問1答300問解くってやつです。で試験に出るとこ大予想会は模試形式で、50問解いていくっていうですね、確認講座。そしてとにかく6点アップっていうのはもう直前に知識を詰め込んでいくっていう、その直前講座なんですけど、実はこの講座レックの期間講座でありますプレミアム合格フルコースと同じ講座になってます。はい、これが週一貫性合格フルコースのもう一つの特徴、直前期はレックの期間講座と合流します。合流するということは何を意味しているか分かりますね。そうなんです、そこまで期間講座でやってる人たちと同じところまで力をつけておかないと合流できませんよね。ということで、そう、最終的にはレックの期間講座で勉強している人たちと同じ、いやもうそれ以上にってもう私は狙ってますけども、もうそこぐらいまで力をつけて、そして試験に臨んでいただきたい、そして合格をしていただきたいという、そういう目的の講座ということになっていきます。ですので、まあ違いはどこにあるんですかっていうと、やっぱり回数が少なくなっている。それは、まあね、もしかしたら皆さんはそれで回数が少なくて大丈夫なんですかっていうふうに思うかもしれないんですけども、いやむしろメリットだったりするということ。それからアウトプットで、通常ね、テキストと一緒についてくる問題集、この問題が
すべて全問解説されるということ。そしてね、結局だからといって力つかなかったら意味がないということで、最終的にはレックの普通の機関講座で勉強している人たちと同じところにまで学力持ってきて、そして合格に向かっていくというですね、そういう特徴のコースだというふうに認識していただければというふうに思います。はい、ですのでですね、まあ本当にこの2021年、今年必ず合格したいというふうな方には本当に強くおすすめの講座となっております。おすすめのコースとなっております。ですのでぜひご検討の方よろしくお願いいたします。それではですね、15分というまあ短い時間ではございましたけれども、ガイダンスは以上で終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次はですね、新宿エルタワー香港の生講義、もしくは、週一完成合格フルコースのウェブ DVD 講座で、お会いしたいと思います。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。